はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでペッピさんですね。はい、昨日面白かったですはい、よろしくお願いします。よいしょ。はい、いや見事出るといいですよね。ベースでいいんですよね。まあ31枚ですから、まあ普通に考えれば7箱1ぐらいで目当ての選手のレギュラーカードになりますね。はい、じゃあいきます。サクッと出てくればいいんですけどね。はい、マッカーティーさん、アーロロング、ヤミール・アサドさんというのか、これも若そうだけどね。あ、でも94年生まれなんだ。アルゼンチン。結構いますよね。はい。うん。ゴールドだ。はい。サドでしょうか。お、ルキだ。ブレンナーさん。フォワード。はい。2000年生まれ。ブラジルだ。はあ、データないんだ。どうするんですかこれからっしょ。5フィート9スピード系かなね、うん、ルキのゴールドパラが来ました。はい、ルキですね。ペレイラさん、もう一枚。クレアさん、キーパーですね。はい、彼もね若いですよね。2003年生まれ。うん、ちょっとルーキーちょっとわかんないんですけどね。あ、パープルだった。オチョア。やっぱこれ100以下だから出るよな、正尻。2001年生まれ。10枚限定です。レアル ソルトレイク。へぇ。ダビド・オチョアさん。でもアメリカの方なんだ。デイビッドだね、だからね。代表ゴールキーパー目指して。ね。ちょっと待って。ルーキーパラが2枚ですね。50と10です。うん、ルーキーですね。はい、テランさん。RC マークのカードは結構出てますね、枚数。ペピなんですよね、でもね。うん、知ってる。はい、ブラボーさん、RC。コーウェルさん、あと2パック、シリアル2ですね今ね。パラレルもう1枚来てる。横型ルキド。はい、アキノラさん、2000年生まれですね。カナダの方、99シリールーキーパラが3枚ともです。したらペピ出てほしいよね。でも200人口なんす。100人じゃないんですよ。おお、家電クラークのインサート、さっきも出たことまた出ました。なかなか出ないですよ、箱1なんで。はい、ケイデンなのかな、ちょっと読み方わかりませんけど。ということで、まあペピさん、ペピをちょっと引けなかったんですけど、クラークさんも出て、これ出ないです。箱1で何人いるか分かんないですけど、まあ結構な人数いるはずです。あとパラレルが3枚とも、まあ3枚出たのも全然いいんですけど、普通は2枚という話ですから。みんなルーキーでした。はい、10、50、90、喜んで。は
い、こんな感じでした。みんなルーキーマークですね、うん、まあクラークはねあれですね、うん、2000年生まれ、2000年生まれ、2001年生まれですね。あ、1月16日生まれだ、1年違い。カリフォルニアとブラジルね、え1月16日って言ったらアルバート・ブーホルスの誕生日ですよ。店長と一緒。はい。へえ、すごいね、一箱で1年違いの同じ誕生日、うん、はい、ということで今回やります。右がお客様です。参加をします。お客様先行、ワン、ツー、スリーの反応ですね。余興で捉えてください。はい、じゃあこちらでね発送いたします。ありがとうございました。